どうも皆さんこんばんは。久しぶりに、またマイクを買いましたのでレビューをしたいと思います。この度ウクレレを買って来週ライブハウスでデビューするんですけど、ウクレレ用のはじめピックアップ、ここにクリップでつけるやつをアマゾンで買ったんですけど、で昨日ちょっと実験したけど、あまりにももうちょっと触った音とかを全部拾って、もうちょっと音を拾いすぎてしまうのと、でやっぱりウクレレは生の音をなるべく活かした方がいいと思うので、どうしようかなっていろいろ考えていたところ、いずれ路上もやりたいなっていうことで、じゃじゃん、これを買いました。昨日の夜飲み屋で飲んでた時にもうずっと調べて、飲み屋でポチッと直したら今日も届きました。これは風防ついてたのかぶせてあります。サウンドハウス、いつもお世話になってるサウンドハウスで、これですね。ヘッドセットマイクで一応レビューで一番評判良かったのを買いました。でオーディオテクニカのは、はじめここのケーブルの部分が5メートルあるっていうから、あ、5メートルもあるからいいかなと思ったんですけど、よくよく考えたらこんな細いケーブルが5メートルあってもライブハウスで踏まれちゃったりしたらアウトだから、私はもともと路上用にこのいいモンスターケーブルを持っているので、ここにつければ全然この丈夫な方が地面に来る感じで、でここはもう最低限の長さでいいかなと思って、であとなんか YouTube のレビューで女の子これきあ緩くてって書いてあったけど、全然私自慢じゃないけど顔小さいけど全然ぴったりです。快適で、でこのマイクをこう調節できるので、で今まで生で家お家でやってましたけど、これをつけて、でもこれも路上で使ってた、これをつなげて今から一曲やりたいと思います。でもマイクつなげない前とつなげた方の差が分かった方がいいかなと思ってるんで、どうしようかな。一番だけ、あ、ご飯が炊けた。一番だけ生で弾いて、二番になったらマイクのスイッチオンにしようかなと思います。では。Yeah.
がでしたでしょうか。まあ、もちろんマイクなんで声は大きく出てるんですけど、このマイクがウクレレの音も拾ってくれてたら嬉しいです。これから、ちょっと検証してみたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。このマイクすごいいいです。手話のちょっとここに首にちょっとかけて下ろしてみたんですけど、まあそれはさすがにいっぱい雑音を拾っちゃったんですけど、ここにかけてる分には全然クリアです。いろんなものの音を拾わなくてとても最適なので、ライブハウスで使うかどうかわからないんですけど、もうこれで早く路上デビューをした路上再デビューをまたしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。